サイクロプ。青銅で円形の彫刻、サイクロプは1933年にスプリットで作られました。彫刻はメストロビッチの体に対する献身的な挑戦を表しています。彼が右手に持つ巨大な石を放り投げる瞬間、男性の体は曲がった体になっています。男性のこの姿勢は昔の作品にも見られますが、メストロビッチは肉体の限界に挑戦し、可能性の限界を試すかのように全体を低くし、落ち着いた作品を作り出しました。ミケランジェロのような体つきはバランスを保ちながら広く伸ばされています。全体の重心は石を持つ右手と全身が委ねている右足に置かれています。そのため、体は右に傾き、斜めになっていますが、広く広げられ、伸ばされた左足と左手によって安定感が感じることができるのです。サイクロップは体が大きく、肉体の強さを表しているということだけではなく、彼の強い意志をも表しています。